ちょっとじゃあ話題を変えて、もうちょっと失敗談をじゃあ伺おうかな。ゲーテの、格言で、人間の過ちこそ人間を本当に愛すべきものにするっていうね、おっしゃってるんですが、過ち、まあ、今まで犯した失敗談。まあ、話せる範囲でお願いします。まあでも失敗は成功のもとというか、そうですね。まあ、ゲーテさんもそういうふうに言っおってましゃってするしか。ね。失敗って思うことがあんまりないというか、失敗したなと思ったら、それを成功の種になるような選択というか、動きをするのがすごく大事なんじゃないかなと思ってて、そういう意味では 僕高校の時に芸術をやりたくて勉強したくて、一回親には相談したんですけど、そうなんですそうなんですか。じゃあもしかしたら芸大に行ってた可能性が、お医者様じゃなくてああ、アー一ティス応トにもあしるかんでしすたね。らいきなりなってた可能性もあるわけですか、紆余アー曲ティス折トせなずにそのままストレートで。そうですね。でも、進路本とか高校2年生ぐらいになると配られてみんな見てってなるじゃないですか。で、そこで一応芸術大学のことをすごい見てて、ああ、どうしようかな。行きたいけど、なんかでも環境的に現実感ないなと思って、どうしようかなと思って、まあ相談したんですよね、親に。で、別にいいよって言われて、行ってもいいよって言われたんですけど、でもその稼げるかどうかは別だから、まあ、ある程度卒業して就職したらそこから面倒見ないよっていう、まあ、もう当然なんですけど、で言われたんですよね。で、なんか僕の中では芸大に行くっていうのは、そのアーティストとして生きていくっていうことだの、ステップとしてそれをやりたかったんで、でも本当にその子卒業しただけで僕が食べていけるのかなっていうのはすごく疑問で、まあそんなみんな疑問だと思うんですけど、なんかものすごく疑問だったんですよね。そのために芸大に行くっていうのはいい選択なのかなって、なんかはっきり分からなくて、でまあ学問なんで、まあ芸術のことはまあ芸大じゃなくても学べるのかなとかちょっと思って まあ芸術もね、ピッからキリまでいろいろあるんで、ちなみに進学校っておっしゃってたでしはい、ょ？だからそんな芸大に行くなんて人はクラスでもいや、いいななか、いですそうね、です多よ分。はね。で、またなんでその芸大に行こうと思った何かきっかけみたいなのあったんですか？い。いや、なんか誰かに影響されたといや、か？ないんですよ、自な発いです的か？自に。発的に？ なんか絵描こうかなと思って。ただ、その絵描こうかなっていうのは、まだやっぱり抽象的なんで、それが芸ちな大みにに。帰ってその当時絵を描いてたとそんか？な描いてないですよ。そんなのもなくっ似顔て。絵とかそういう程度ですよ。でもなんかこれってやりたいなと思ったんですよね、なんか不面思議白いに。ですね。普通ほら小学校の頃絵描いててなんか金賞をもらったとか先生に褒められたとか、そんなのがあって志したりする人多そういでようすな気がすね。るんだけど、そういうのは。まあ絵は描いてうまいねっていう感じだったんですけど、別に賞とかでもなくて、ただ単に描きたいなと面思って。白いですね。そうですね。あ、そうそう。で、まあ、学問としては、芸大、学問として学ばなくてもいいんじゃないかなと思ったんです。そうそうそう。で、学問として今学べるとしたら、まあ、人体のことを学びたいなって思ったんです。じゃあ医者っていうよりもその人体を学びたいっていうところでまあ、医僕学の部に動入機っとたっしてていは、う。そうですね。最近なんか話を聞けば聞くほど
私の中でいろんなもののなんか辻褄が合ってくるっていうか、あ、合うんですよ。カオスになるやつ。そう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 。なんでなんかサーフィンもやる、絵も描く、医者もやるみたいな、なんかその共通項が見出せなかったんだけど、話せばあのいろいろ話を伺うと、あ、そういうことなのかってすごい納得 しますね。どんな感じで納得がいくんですか。いや、今の話聞いてても、ああ、やりたいなっていうところで、ね、そういうものがこうくすぶってたんでしょうね。そうです ね。だからそういう、まあ、ある程度自分のやりたいことを選択をしないって、うんうんうん、まあ、できたのにしないっていうのはだいぶ失敗だと思うんですね。でもそのくすぶってる期間があって、その間にまあ勉強、学問としてはその医学の学問をできた、まあ、興味はあったので医学もそれをしっかりできたのと、あとくすぶってる分もうちょっと本当にやんなきゃっていう起爆剤にもある意味なってるんで、まあ結果としてどういうことになるか全然わからないですけど、まあやれてる、絵が描きたいなと思うことに対して今ある程度やれてるんで、これからもちょっとやって、まあこれ個人的なことなんですけど、まあやっていきそう、別にビジネスとかそういうの関係なくて、まあいろいろ調整してやっていけるっていう可能性としてやっていけるっていうことが、まあある意味なんか辻褄が合ってるというか、まあ夢が叶うというか、絵を描きたいなと思って描けるっていうのは環境的にやっぱどんどん難しくなることもあると思うんですけど、僕は回り道をして結局今描けてるっていうのはある意味失敗が成功のもとになってるんじゃないかなっていうところはなんとなく感じる